さあ始まりました本の前置きですが、次回の本肝は八景島シーパラダイスさんからお送りしてまいります。はい、はい、ご覧のように海の生物がね、海の生物たちがバッコしてますけれどもいやすごかったですけれども ねかつてこの地球上のあらゆる生命は、はい、この海から誕生した、誕生した生まれたという母なる海なんていう言葉もありますけれども、はい、そこから大きく枝分かれをして、うん、海の生物そして陸の生物と分かれていて、さら、ね、にこう細分化していったんですね。はいはいはい、はい、そうですね。ねえ、うん、もしかするとそんな話するんですか？いやいや小難しい話を。いやいや、もしかすると、はい、我々がこちら側だったかもしれない。なるほどな。そしてイルカ側が我々側だったかもしれない。うわイルカか。でもイルカ楽しそうだな。イルカまだいいじゃないですか。イルカいい、イルカいいな。もしかしてこの今この陸上での人間の文明が海側で、うん、海側の生き物が知識を持って知性をもっとさらに高めて、うん、文明が水中文化になってたかもしれないですね。なるほどね。うわすっげえ。プレッシャーあんのかなイルカって。日々。いやありますよそれは。あるか。イルカ同士のなんかこの音波での大喜利の面白いつまんない話先輩後輩とかもあんのかな。あれもちろんありますよ。ありますかね。いやだなとかあんのかな。うわボール渡されちゃったよとかってめんどくせえとかなんのかな。昨日一応はしゃいだふりしたけどさ俺もういらねえんだよねボールとか。やるかもしんないもんな。いやすごいね。当たり前のようにこう陸で我々は生活をして、そして呼吸をしていますが、はい、例えばイルカから見ると、うん、陸上で生活しているもの、うん、珍しい生き物なのかも知れませんね。1分10秒ぐらいなんですよまだ。いやすごいね。酒井はどう思う？いやどうも思わない。どうも思わないですけど。でもねこの八景島、はい、シーパラダイス、日本を代表するねこの触れ合える施設ですけども。来たことある？あ僕はもちろんもちろん。はい。ああ。ねえ、まあ何個か駅もね、はいはいはい、いろんな沿線が使いまして、はいはい、金沢文庫もね、金沢文庫もね、あそこからもなんかシャトルかなんか出てるんですかね。はいはい、ありますね。かつて金沢文庫さんという方がいましたんだけどね、これわかんないじゃないかな。金沢文庫からね、はい、あれどなたか著名な人がその名付け親というか。あ、そうなんでしたっけ。芸人さん、あれさんまさんだっけ、誰かが、はぁー、なんすか、論文さんだったかな。まあまあ、しょうがない諸説ありますけれどもね。技術さんが笑ってないことは相当昔の話ですよ。この手の話は大体笑いますからね。俺技術さん用に喋ってんだけど相当古い話でございましたけれども、まあ、ちょっとね、はい、生き物との触れ合いなんかがございますので、はい、ぜひ次回、お楽しみに、ね、ご覧いただきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。さよなら。